井上貴子の貴子ちゃんチューブ。お集まりいただきありがとうございます。今日は第2弾の記者会見ということで、追加のカードを発表させていただきたいと思います。大会を盛り上げてくれるであろうカード。楽しみにしてください。で、今井上貴子さんが言ったようにスタートの参戦ということで、提供試合っていうのがあったんですけど、うちのその LLPW でこの大会で試合でどれだけ沸かしてくれるのかちょっと楽しみにしてます。そういったことで、どういったね試合展開になってどういった内容になっていくのか楽しみです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。登場してもらいます。はい、ジュリア選手、飯田選手、お願いいたします。スターダムのジュリアです。よろしくお願いします。まず井上、その35周年、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこれ記念すべき大会に、呼んでいただけたことをとても感謝しております。そうですね、まず貴子さんとの思い出といったら自分のデビュー戦くらいになっちゃうんですけど、本当に覚えてることが試合後に言われた一言が結構印象的で、ドキドキしてあ、このレベルでデビューしちゃうんだすごいね、ひどいなひどいなこんなレベルで辛いねって言われて、もうなんかドキッとなったっていうか、ここであ、私ってデビューできるレベルじゃないんだっていうのを、その言葉があったおかげですごい実感して、でそこからそれ以前よりも、よりこう練習に励むことができたので、あの言葉があったから今の自分が鬼があるなっていういい選手になりましたね。ありがとうございます。私のおかげで厳しくも愛のあるお言葉をいただけて、で今があると思います。そしてそのスターダムの提供試合という、形で、私が、望んだ飯田紗弥斗のシングルマッチがここで実現するということで、そうですね、飯田はものすごく、損する性格だよね、はっきり言って損しまくるタイプで、なんかいつも、周りに気を使ってね、先輩にも団体にも同期にも後輩にも気を使ってばっかりで、大事なところで道を譲っちゃう。でもね、私は飯田とは同じ大事な時期に欠場してたし、なんか他人と思えない部分もあるけど、やっぱ今のリーダーにすごく物足りなさは正直感じてるかな。ここはスターダムのリングじゃないから別にいつものやつらいねえし、気使う相手いねえし、なんで、ここで遠慮するようだったらプロレス向いてないと思うから、そのまま引退しちゃえばっていう感じかな、やめちゃえばいいんじゃないと思ってます。以上です。それでは飯田選手も一言よろしくお願いいたします。まず井上貴子さん、35周年おめでとうございます。自分自身は、貴子さんとそんなにご縁がないと言いますか、この間ご挨拶して、セコンドに少しばかりつかせていただいた程度なんですけど、そんな私が、この記念すべき大会に、出させていただく、それは本当に光栄に思って。本当に感謝いたします。ありがとうございます。そして、ジュリアはイメージを一つ試合入れんだよ。こっちだってさ、プライドがあるんだよ。すごいことになっちゃったよ。ちょっと待って、これ。ちょっと待てよ。ここで見せてやるよ。いやいや、いいから。いいね。なかなかいいね。骨があるよ、これ。ちょっと。では、改めまして。井上拓子からもこのカードに対する思いを一言お願いいたします。はい、今ちょっとこういう感じになってたので、これはもう間違いなくヒートする試合になるの決まっているので、できる限りちょっと近くで試合を見たいなと思います。楽しみにしてください。もうこれで終わり？一応質疑応答の。時間に移らせていただければと思います。あ、その前に、もう一個、はい、どうぞ。今日この会見、せっかくなんで、まあ、お話ししたかったことがあるんですけど、しゃべって大丈夫ですか？大丈夫。さっき、高子さんとデビュー戦、パートナー組ませていただきまして、で今日この会見、35周年の大会にもオファーいただいたというわけなんですけど、やっぱりその、恩返しっていうのはやっぱりレスラーたるもの、そしたらリング上でやっぱり直接大学に立って戦ってしたいなっていうのはやっぱ常に思っていて、こういう女子プロレス作り上げてきてくださった大先輩、大レジェンドの方々と試合ができる機会が、この間アスターダムでもやってましたけど、私日本にいなかったんで指加えて見てましたよ、ペーパービューを。私はペーパービューをね、見てましたよ。私はアイドルの子たちとは全然違うので、あれをスターダム、あれだけを着てスターダムって思ってほしくもないので、なのでいつかどこかで私は戦いたいですと思ってます。何されてもいいんで、何されてもいいんで、その代わり私もやりますけどねという気持ちです。なるほど、なるほど、まあいいよ、やってもいいけど、自分の中でコントロールやつだ、コントロールやつ、ごめんね。だからそこはちょっとこう自分の中でこうちゃんと整理できたらやること、必ず整理ができる。コンプライアンスね。コンプライアンス。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。35周年出場ということで。はい。いろいろと会見でもお話ししていましたが、はい、今回、大会に対してなんかこういうことしていこうかなとか、はい、どういう気持ちで臨むのかなという。そうですね、それこそやっぱレジェンドじゃないですか、高岡さん。で自分自身がそんなに、ご縁が本当に薄い中での、このお声かけいただいたのは本当光栄に思っているので、めちゃくちゃありがたいので、そこは爪痕残しに行きつつ、やっぱジュリア、対戦相手がジュリアっていうのもあって、ジュリアとは、1年ぶり3度目のシングルマッチなんですけど、ジュリアにあそこまで言われたのが、単純にめちゃくちゃ悔しいですし、自分の中でもあるんですよね、そういう悔しい気持ちありつつ、なんかどこか納得しちゃってる部分があったり、自分言われたけれどもプライドがあるんだよね、自分も。伊達にプロレスやってるわけじゃないんで、自分の中で覚悟を持ってリング上がってプロレスしてるんで、分からせてやろうかなと思ってます。すごく発達してるなと思うんですけども、目指してるところってのはどこなんでしょう？目指して、そうですね、もともと自分が筋肉つけたのが、それこそ自分がまだまだ新人の時にまだ全然埋もれてて、自分で何か強くなるために見出さなきゃいけない、こう見つけたのがまず筋肉っていうところで、筋肉のなんでしょう、鍛えることの楽しさを知って今に至るんですけど、ちっちゃいけれどパワーがある、まあ、私がちょっと今時々言ってるんですけど、その小さな巨人としてそれを大前提に目指してこの筋肉は生まれました。神藤さんがあの筋肉すげえなって本当ですか？あ、本当ですか？そうですね、こちらめちゃくちゃありがたいので、まあ、今後ももっともっと大きくして筋肉を生かした試合をもっともっと自分の中でこう生み出していけたらいいかなと思っておりまして。わかりました。ちょっとじゃあその筋肉を使ったプロレス期待してます。はい、お願いします。結構ヒートアップした会見になりましたけども、はい。あそこで言ってたことっていうのは本音ですか？本音です。めちゃくちゃ本音です。先日、参戦した、スターダムのお二人が参戦したスターダムの試合の時も裏でその神取さんがですね、飯田選手の筋肉に対して結構あの筋肉すげえなってやっぱ惚れていたんですね。今回35周年で、まあ、本人もあの筋肉アピールした試合見せるってさっき言ってました。筋肉をアピールした試合、はい、だからダメなんだよ、筋肉アピールばっかりしてるからって私は思ってるんだけどな。リーダーもっとね、多分大事なことがあると思うんだよな、私は。それをなんか引きずり出してやりたいなって思いますね。筋肉より大事なものがお前にはある。はい、じゃあそれ試合で、はい、もう本当に僕ら期待してます。はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回記者会見してみて、まあ実際お二人会ってみてというかお話聞いていてどうでしたか？プロレスに対しての熱が熱いっていうか高いですね。うん、なんかこういう記者会見でも、うん、あんだけ熱くなるって私もあんまなかったから、まあ、神取さんはねよくありましたよ記者会見中に B さん投げるとかそういうことありましたけど、なんつったらいいんだろう、微笑ましいじゃないけど、なんかあすごいなっていう、その忘れていた思いをちょっと思い出したなっていう感じがあります。よかったな、この2人でって感じ。いや、本当に本当に神取さんのさっき骨のあるやつだなっていう言葉も言ってましたけど、なかなかいいね、骨があるこれ。やっぱね、他の団体で提供試合をっていう中でこういうここまで熱くなるっていうのは今までの自分の経験の中では初めてだよね。提供試合は提供時代だからそこでね、試合をしっかりと見せてっていうのもあるけど、あそこまで感情が熱くなって出るっていうのはやっぱ、うん、骨はあるよね。記者会見の中で神取さん、ジュリアスさんから対戦のこう、ね、要望をちょっとされてましたけど、あれは受けるってことなんですか？やるよって言ってましたけど。やるよ、ただ自分の中でコンプライアンスがあるからそのコンプライアンスをちゃんと通過したらやる。そうコンプライアンスっていうのは どういうことですか？会見でも結局答えが分からなかったんですけど自分の中にあるんだよ、コンプライアンス。自分のコンプライアンス英語ってちゃんと辞書で引いたことあります？いろいろ整理をして、交通整理してそれが全部通ったら自分で納得がいく。いわゆる条件的な部分が揃ったらってことですか、自分の。そうコンプライアンス。ずいぶんわがままな話してるんですよね。それが神取忍です。実っていうのはやっぱあそこまでやっぱりさ、こう歴史を作ってこうね、いろいろリスペクトしてくれてる中で、やっぱそれに対して答えるっていうのは確かになるほどっていう。うん、それは例えばの話ですけど、35周年の試合を見て、おこれだったらっていう。すぐっていう可能性もなくはない。だコンプライアンスだから。何回聞いても理解はできないんですよ。コンプライアンス。じゃあちょっとその時が来るのを待ってます。はい。そして35周年、はい。いいカード揃ったと思いますので。そうですね。まだまだ続くよ。まだサプライズありますか？サプライズありますか？内緒。内緒。それやっぱコンプライアンス的に。コンプライアンス的に。ありました。たかこちゃんチューブ。はい、ということでですね、11月21日火曜日です。19時からここ東京ドームシティホールで、井上貴子35周年、ひとしずくの勇気。はい、今ここまで言えたから大丈夫かな、安心しちゃってシーンとなっちゃったけどはい、ということで、楽しみにしててください。